皆さんこんにちは、こんばんは。今回はドラゴンボールヒーローズのカード組18が出てたので、今回もワンボックス買ってきました。いや、前回ねワンボックス買ってコンプできなかったので、今回はコンプできるのかちょっと見ていきたいと思います。いるね、ゴテンくんとトランクス、この2人すごい好き。はい、こんな感じです。今回のデザインはこんな感じです。悟空がすごい大きくいて、あとベジータ、フリーザ。いやー、フリーザのこの悪そうな顔すごいいいですよね。はい、今回はこんな感じのラインナップになっています。このスーパーゴールド仕様のレアカード悟空とフリーザ復活ゴテンクスはレアカードになっています。あと悟空、ベジータ、孫悟飯、青年期、ピッコロ、亀仙人、孫悟天、トランクス、幼年期、ヤムチャ、メカフリーザ。この中だったらピッコロと亀仙人とヤムチャ、メカフリーザ、この4枚が出たらいいかな。あとはやっぱゴテンくんとねトランクス、この2人のコンビもすごい好きなんで、これも欲しいです。まあ、この右側、まあ、ワンボックス買ってるんで出るでしょう。ということで、まあ、この右側から開けていこうかな。まあ、いつも右側からだけど、ということで右側1つ目からいきます。では1つ目です。ではまずグミはいつもと同じですね。で、今回もコーラ味、ちょっとたまにはなんか違う味出してほしいな。はい、1枚目じゃーん。うわー、出たー、トランクス幼年期きたー。ダブルバスター、アビリティ、仲間へ託す思い、サポーターにすると自分チームのアタッカー全員の気力を回復する1回限り。どんどん行きましょう。2枚目、右側の2枚目ね。はい、2枚目、ドーン、ピッコロさん来たー。いやー、欲しいのがどんどん出るね。アビリティは1ラウンド、あ、破棄する力で1ラウンド目終了時、そのラウンドの自分チームが受けたダメージが2000以下だと自分のパワーが永続でプラス5000。さて3枚目は、おお、来ました。今回のアビリティはほとばしる投資で3ラウンド目開始時自分の気力を全回復する。4枚目、ドーン、ベジータ、来たベジータ。アビリティは自信満々、ラウンド終了時自分チームの HP が敵チームより多いと自分のパワープラス2000毎回。はい、5枚目、ドーン、ドーン、ゴテンくん来た。やっぱ可愛いよね。アビリティは5点の応援、サポーターにして仲間にリンクラインを当てると発動、仲間の気力を回復する毎回。なかなかいい感じなんじゃないでしょうか。6枚目、じゃーん、おお、悟空、悟空来たー、かっこいいな。アビリティ諦めない心、ラウンド開始時自分チームの HP が 30% 以下になっていると敵に与えるダメージが 1.5 倍になる永続。7枚目、おー、出たー、フリーザ復活、これはレアカードですね。はい、アビリティは凄まじい執念、ラウンド開始時自分チームの HP が 30% 以下になっていると自分の気力を全回復し自分の戦闘力が2倍になる毎回。8枚目、おー、かぶりなし、ご飯青年期、アビリティは仲間への指南、サポーターにして仲間にリンクラインを当てると発動、仲間が必殺技を発動できるようになる、ただし必殺技が封じられている時は発動できない1ラウンド限り。9枚目、ドーン、おー、またかぶりなし、やったね亀仙人。アビリティはエナジーゲッター、自分の攻撃時チャージインパクトで勝利すると自分チームのヒーローエナジーをプラスに1回限り。右側のラスト1枚です。あー、ここでかぶり出た、トランクス幼年期。それでは左側行きましょう。左側の1つ目です。さて1枚目はドン、おー、
悟空2枚目か。あ、でもまあ嬉しいです。それでは2枚目はドーン。お、ベジータ、ベジータもかぶりか。では3枚目じゃん。お、5点。ん、5点。え、ちょっと待って、右側、ん、右側のと一緒だな。え、もしかして次悟空来るんじゃない。え、どうしよう。さて左側4枚目ですが、今のところ右側の配列、悟空が出てからのこの配列通りに来てるんで、次悟空が来たらもうすごいかぶりになるんですけど、いきます。じゃん。お、あー、よかった、危ない。ヤムチャ来てくれた、欲しかった1枚。あと1枚で欲しいの揃うかな。あとメカフリーザだけだ。あとは、あ、アビリティが不意打ち、戦闘力バトルに勝利すると敵のガードとダメージ軽減効果を無効にして攻撃する。毎回次メカフリーザが出てくれると嬉しいんだけどな。それでは5枚目いきます。じゃん。おほー、来たー、やった、メカフリーザ欲しかったのこれで揃ったかな。メカフリーザはアビリティ改造されし体、ラウンド終了時自分チームの HP が 30% 未満になっているとパワープラス4000、ガードプラス4000、1回限り。今のところこのゴテンクスのレア以外は全て出てセミコンプですね。なんでこの残りの5個でコンプ、これが出てくれればねコンプできるんで、いやー出てほしいな。それではどんどん開けていきましょう。よし、次何個目だ。 1,2,3,4,5,6 個目。6個目、じゃん。あー、ここでヤムチャかぶりか。それでは7枚目、レア来い。あー、フリーザか。ん、ヤムチャメカフリーザ、ヤムチャメカフリーザってきた。あと3枚しか残ってないな。8枚目。あー、やった、来てくれた、ありがとうゴテンクス、レア来ました。あー、今回はコンプできた、やった。アビリティ狩猟の成果、サポーターにした時の気力回復量が通常の2倍になる永続、やりました。では、あと、まあコンプはできたんですが2つ開けていきます。いきます。おー、悟空、まあ悟空は被ってもまあかっこいいから、よし、最後誰が出てくれるんでしょうか。じゃん。おー、フリーザ、鳥はフリーザでした。では今回出た順にちょっと並べたので、一応まあ配列ないかもしれないんですが、まあ一応ねちょっと右側のこの1枚目からトランクス、幼年期、ピッコロで、この悟空、ベジータ、ゴテン、悟空、レアのフリーザ復活、ご飯、青年期、亀仙人、トランクス、幼年期の順で出ました。で左側、こっちはこの悟空から始まり、ベジータ、ゴテン、ヤムチャ、メカフリーザ、ヤムチャ、メカフリーザ、もうこうで出てる感じからすると、もしかしたら今回配列ないのかなって思うんですが、まあ、レアのゴテンクス、悟空で、レアのフリーザ復活、まあこんな感じでした。まあ参考程度に、もしかしたらないかな、わかんないけど。ということで、今回はワンボックス買って見事揃えることができました。今回は全部揃うのかな？わかんないけど。まあ、私は揃えることができたのでよかったです。まあ、このピッコロとか欲しいのも出たし、ゴテンくんとかね。いや、この二人はめっちゃ可愛いです。ということで今回は全て揃えることができたし、この悟空もなんか2枚出てすごい良かったです。まあいつもあんまりついてないので。
まあ今回は良かったかな。次はヒーローズのカード組19がね、また出たら買ってきて動画アップしたいと思います。それでは。